紀元前1世紀頃の遠い諸国と、遼陽軍の一遼陽軍は、中国にかつて存在した軍。現在の北京市、天津市、河北省の一部に相当する。戦国時代には燕により設置されていたことが資料に残る。軍名は遼水の北岸に位置したことによる。紀元前222年、秦が燕を滅ぼすと、燕の故地に、上谷軍、遼陽軍、右北兵軍、遼西軍、遼東軍が設置された。軍地は遼陽県。前漢は、新生添重ね、幽州の下、旗の頂上から、渤海湾に至る地区を管轄する軍とされた。その後は北方への統治体制が弛緩したことによりその行政範囲は南部に限定され、清代には通路軍と解消されると同時に、北方の行政権を喪失、後漢には再度遼陽軍と解消されたが、現在の密雲県北部が北限とされた。建武25年、右岸族の大人、郭亮等が後漢に朝貢すると、光武帝は彼らを幽州の各郡に居住させ、遼陽郡にも右岸族が住むようになる。当時の管轄権は、下記の通り、前漢、遼陽県、狐八つ県、魯県、揚八つ県、泉州県、平谷県、安楽県、慶県、平県、揚陽県、白檀県、勝塩県新、徳陵県、京府県、通路亭、揚八県、泉町県、平谷県、安楽県、厚志徳県、平県、揚日県、京徳県後漢、遼陽県、狐八つ県、魯県、揚八県、泉州県、平谷県、安楽県、慶県、平県寝台になると、遼陽軍は廃止となり、管轄権は、燕国に移管されている。その後北魏の時代になると、再び遼陽軍が設置された。北魏代の管轄権は、下記の通り、隋の嘉永6年、元州に移ったが、大業の初めに戻り、無臭の一県を領し、紀州に属した。唐の開元18年、遼陽軍は、安曇州と改称、天保元年に、遼陽軍と改称されたが、建元元年に再び安曇州と改称され、遼陽軍の行政区画名は消滅した。ありがとうございます。